ここは鍵など学園。第1話で紹介し損ねてしまったこの町に住む様々な世界の皆が通う学園だよ。もう俺はナレーションをやり終えたのだろうか。テロリストとか来ねえかな。3人が羨ましいです。りょうちゃん、羨ましいって何が？ほら、私地味ですから。世間では双子の特徴がない方とか、飯まずとか、恋愛に重いとか、そのくせ尻がるとか、なんかもう好き勝手言われ放題で攻略されなかったヒロインはそれでも一生主人公だけを持ち続けて孤独に生きていけど。でもボンポコタヌキさん、川澄さんは派手に剣とか持ってるし、私は魔物を撃つものだから。滝戸さんは派手に銃が使えるし、超一流のスパイとして当然よ。桐島さんは派手にバンダナだし。いやいや、バンダナは普通だよ。大人になるまでつけてたら魔法が使えるようになるのは普通と言いません。ガグーって。でもほら、りょうちゃん占い得意だし。そうですね、占いで出た結果の必ず逆のことが起こる。デス占い師とか死の予言者とか、そっち方向ですけどね。魔物を撃つ剣士、超一流のスパイ、封印されし魔法使い、死の予言者だと。女とはいえマッハだぜ。いやあ、待たせたね、レディーたち。どうしたんですか、篠原くん。もちろん君たちを迎えに来たのさ、僕のハーレムにね。わけのわからないことをやるわよ、舞さん。蜂蜜クマさん。おっと、この犬。犬ペコを丸刈りにしてほしくなければ武器を捨てなよ。ポテト。卑怯な。わかったわ、蜂蜜クマさん。おとなしく僕に従うことだな。我々がテロリストの要求を飲むと思っているの？もちろんさ。なぜなら鍵などというタイトルからして、僕たちクラナド組が主役ということは明らか。そう、主役は何をしても許されるということさ。何をしても許される。やおちゃん、顔に野望がにじんでるよ。我が世の春が来た。篠原だけに。待ちな、この運命のデュエル俺が預かる。そうはさせん。もう少し幼い方がいいが、それでも愛らしい少女たちは守らねばな。一言多い。ゆいこちゃんすごいよ。ありがとうございます。怖かったろ。学食で美味しいスイーツでもご馳走しよう。はちみつくまさん。ああ、そうそう、鍵などは鍵などという意味で、決して蔵などだけが優遇されるわけではないから、安心するといい。謎ってなんや。一個は懐かしさを振り返り、過酷さえ蹴り飛ばして、季節を超え奇跡を紡ぎ、僕たちはつながる。何度でも約束をしよう。